どうも皆さんこんにちは。こんばんは、山岸龍之介でございます。今日はですね、ジャガーとジャズマスター、一体何が違うのかということを皆さんにお伝えしたいと思います。ギタービームチャンネル。はい、それではですね、ジャガーとジャズマスター大きく分けて結構違うところがあるんですけれども、まあこの特徴的なボディの形はですね、2本ともよく似ていますね。で、なんといってもですね、まあちょっと歴史にバッと触れると、1958年にジャズマスターというギターはフェンダー社から誕生いたしました。当時はですね、まあ名前の通りジャズを弾く人たちに向けて発売したそうなんですけれども、まあ、当時のね、サーフミュージックだったりとか、ちょっとインストのこういう、ベンチャーズみたいなね、テケテケサウンドの人たちに結構人気が出たというギターらしいです。で、1958年に出たんですけれども、これピックアップですね。これが大きく分けて、ストラトキャスターとか、レスポール、ストラト、テレキャス。と、全然違う、ジャズマスターピックアップという、これ独自のね、ジャズマスターのために作られたピックアップでございます。そして、でね、1962年になりましてですね、ジャガーというギターが誕生します。ジャガーはですね、フェンダー、当時フェンダー社の最上位高級ギターだったそうです。だからそのジャズマとか、例えばストラトだったり、ムスタングだったりっていうのの、一番上にあったギターですね。で、まあ、こう、大きく分けて違うなっていうのが、まずはですね、ピックアップが全然違います。これはね、ジャガーのピックアップは、こうやって見てもらうと、ここにね、銀色のね、ギザギザがありますね。上も下も。で、プリセットスイッチと呼ばれる、ここをオンにした時のフロントだけになる仕様っていうのは、ジャズマスターと一緒なんですけれども、特に違うのが、ここですね。この、ピックアップセレクターの方法が全然違います。これはね、上から見て、ここを上にすると、フロントピックアップがなります。で、ここを下げるとフロントピックアップがオフで、ここをオンにすると真ん中ですね、このリアがオンになります。両方上げると2つ同時になるミックスポジションになるということですね。で、ここ何やねんと思う方多いと思うんですけれども、ここはですね、ローカットスイッチって言って、ローがね、ぐっと減る。それこそテケ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 ってやるサウンドだったりとか、割とこう、キンキン、あえてさせたい時みたいなのにここをオンにすると、結構ね、ジャキジャキとローがない、スッキリしたサウンドになってくれますね。で、僕はですね、まあこれ、ちなみに言っとくと1965年のジャガーで、こっちが1962年のジャズマスターなんですけれども、まあ僕はね、これどういう時に使い分けるかみたいな話なんですけど、これの一個前の動画でね、このジャズマスターについて紹介した動画があったりするんですけれども、かなりね、違います。どう違うかというと、まあ、冒頭で弾いた演奏を聞いてもらうとわかると思うんですけど、ジャズマスターの方が、僕はね、音がね、コンとね、した。いわゆる、こう、ストラトキャスターとかにも通じるような、なんかこう、フェンダー、皆さんが想像するフェンダーの、ハイ、ミッドハイみたいな部分がすごく多いギターだなと思っております。で、かえってジャガーはというとですね、やっぱこの見た目もメカメカしいですけれども、割とね、ジャキジャキとね、ハイがすごくプレゼンスとかトレブリーなサウンドがすごく似合うギターだなと思っていて、で、何よりね、これ違うのね、見てもらうとわかると思うんですけどね、ジャガーはね、ちょっとだけね、ネックが短いんですよ。ジャズマスターに比べて。なので、ちょっとテンション感とかも、ちょっとこっちの方がね、柔らかくなる分、フレットのね、幅とかもちょっと狭くなる分ね、こっちの方が、チョーキングをした時の音のピッチの揺れっていうのが、すごくね、曖昧だなと思ってて、その曖昧さが、結構このジャガーのこのサウンドを、すごく担ってるんじゃないかなと思います。で、まあ、ジャズマスターに関してはですね、僕もよくライブで弾いてるので、やっぱ愛着もあるって言うんですけれども、いうのも含めて、まあ、いろんなポップスとかロックとかブルースとか関係なくね、使いやすいギターって言われたら僕はジャズマスターかなと思います。でも、一癖二癖欲しい。プラスやっぱその、フェンダーのこのネックの握り具合は好き。でもやっぱちょっと、ショートスケールまではいかないけど、ミディアムなスケールを弾きたいっていう人には、ジャガーすごくおすすめなギターになっておりますね。はい。これ今案件っぽくなってますけど、全く案件じゃないです。
今日は紹介してみたんですけれども、大きく分けてですね、まあ、ネックの長さが違うっていうことと、ピックアップが違う、そして何よりこのピックアップセレクターが全然違うということが大きく分けてジャズマスターとジャガーの違いかなと思います。まあいろんなね、他社さんからもジャズマスター風、ジャガー風っていうのはリリースされてますけれども、ジャガーとジャズマスターの大きな見分けの違いはですね、まあピックアップがでっかいかちっちゃいかと、あとね、ここにね、鉄板が入って、こういうセレクターになってるやつは、まあジャガー風だと思っていただけたら嬉しいなと思います。ジャズマスター、ジャガー弾いてる人にね、ジャズマスター弾いてる人にジャガーとかね、ジャガー弾いてる人にジャズマスターって言うとね、ちょっと微妙な雰囲気が流れるので、ぜひこれを見てる皆さんはですね、俺のジャズマスター、私のジャガーと比べて今日のサウンドがどうだったか、いろいろ比較してみてくれたら嬉しいなと思います。というわけで今年もたくさん動画アップしていきたいと思いますので、ファンクラブホームページの方もチェックよろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。山岸凛之介でした。バイバイ。